今ではすっかり新しくなりましたけれども、でもそうそうで夢だよね、うん、夢ってね。春の花が入荷中って、ちょっと早速春を探しにいいんじゃないんでしょうか。私のイメージで春の花束を作ってください、はい、私のイメージでって、どういうイメージでピンと来られましたか。最初はお城っぽい感じかなと思って。 お城、はい、ちょっと変えて、なんか普通に、なんだろう、パステル系がいいのかなと。パステル系だって何年ぐらいやってる。場所は変わってるんですけど、創業は戦後です。え、戦後？戦後1、ここでちょっとこの界隈で、はい、って映ってはいいんですけど、店自体も変わってる、亡くなったばあちゃんが始めた。ではご主人3代目。そうですね、長くやってるだけです。いや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 、その長くっていうのが一番難しいなと思うんですけど、駅に行く途中でお花買ってくお客さんとかもいらっしゃるんですか。今寿司屋と東京から来て頑張る。ああ、なるほど。だからそういうお花の需要があるんですね。スペースですね。あ、そうそうそう、私もさ、家になんかちょっと同居人が欲しかったんだよね。あとはプリザーブドフラワーなんかもありますね。アリスちゃん、フラミンゴのアリスです。だってかわいい。いや、おしゃれな空間ですね。大変にカラフルですよ。ずうずうしいお願いしちゃいましたけど、私ってこういうイメージだったのって自分ですごいいい顔してるなって思う瞬間があって、お花屋さん覗いてる時とケーキ屋さん覗いてる時とっていう、うわーってい こう憧れが詰まっているショーウィンドウですよ、お花屋さんって。花束とケーキ持ってくれ来てくれたらもう最高ですよね。うわー綺麗。これはなぜ私のイメージで作ってくださったんですか。正直言いますか、本当は白だと思ったんですけど、このフィルムでって言われたら白い花が取りたくて、この葉っぱが頭に入った、目に入ったんです。確かに色合いが近いですよね。ピンクが入って黄色がメインでブルーも入ってっていう、あ、じゃあまさにこのシェア旅のために作っていただいた花束。いやー素敵です、ありがとうございます。いや、とんでもないです、嬉しい嬉しい。本当お花もらえるのって嬉しいですよね。特にあの春を感じる花束ということで、じゃあ今日はこの花束を大事にしながら本宮市の旅を続けたいと思います。ありがとうございます。ラインダンスとか大学の時やってたんです。うわ、すごい足上がってる。